みとは限りなき髪の刃であるぞ一は始めなき始めであるぞ毛は終わりであるぞ髪の働きが木踏みであるぞ始めなく終わりなく八重の中今ぞ木踏みは髪の息吹であるぞ木踏みと苗よ髪人ともに木踏みと苗て岩と明けるのさぞ木踏みに溶けよ木踏みと生きせよ木踏みきよ木踏み寄せよはじめ木踏みあり木踏みは神ぞ木踏みは道ぞ木踏みは荒いきょめぞ荒いき嫁とはやいぞ髪の息ぞ天使様の息ぞ神民の息ぞ獣草木の息ぞ火であるぞ筆であるぞ身であるぞ毛であるぞ礼であるぞ骨であるぞである祖であるぞ皆の者に木踏みと苗させよいつは知らお働きぞ八柱と柱お働きぞいつらぞいろはぞわかりたか3月14日ひつきゅうの神見苦しき霊には見苦しきもの映るぞそれがのもとぞ見苦しきものに見苦しき玉当たるぞそれで早う洗濯掃除と申して駆動機つけておいたのぞ神の試しもあるなれどところどころに見せしめしてあるぞ早く改心してくれよそれが天地への高校であるぞ天使様への祝儀であるぞ御霊沈めには信じよ見て聞かせよ3回5回7回30回50回70回で初めは良いぞそれでわからぬようなればお出直しでござる3月15日ひつきゅうの神世に落ちておいでなさる御方御人方竜宮の乙女殿ご主がそばすぞこの方あっぱれ表に現れるぞこれからは神徳もらわんと一寸先へも行けんことになったぞ。ご用さしてくれと
申しても巡りにある金はご用にならんぞ。巡りになるのぞ。自分のものと思うのが天の俗ぞ。これまで世に出ておいでなさる守護神九分九輪まで天の俗ぞ。偉い人いよいよとんでもないことになるぞ。囚われるぞ。痛い目に遭わされるぞ。今に目覚めるなれど、その時では遅い遅い。お上も一時は亡くなるのぞ。一人一人何でもできるようになりておりてくれと申してあること誓うなりだぞ。木の大神きつけてくれよ。どえらいことになるぞ。凛のこと言わねばならず言うてはならず、心と心で知らしたいなれど、心で取りてくだされよ。よく信じせんで悟りてくれよ。神頼むさぞ。3月16日地球の神。3月3日からさらに厳しくなるから用意しておけよ。5月も日からさらに厳しくなるからさらに用意して、どんなこと起こっても、びくとも専用に、心しておいてくれよ。心たがうているから、臣民の思うことの逆さばかりが、出てくるのざぞ。9月8日の仕組み、近づいたぞ。この道は、結び日踏みと、開き、皆結び、神々、死になり、ことごとく、やえい、戦つき、発王道ぞ。一時はこの中も火の消えたように寂しくなってくるぞ。その時になっておかげ落とさんようにしてくれよ。神の仕組みいよいよ世に出るぞ。3000年の仕組み晴れ晴れと、牛は晴れたり、日本晴れ、桜花、ひふみと咲くぞ。3月17日、日月神。